どうも、吉本プラモデル部の、はい、チャーリー板垣です。8月31日から9月1日まで北海道の HME の方に、はい、我々吉本プラモデル部お邪魔させていただいたのですが、お邪魔させていただいたと言ってますが、まだこれ、はい、北海道行く前に撮影しております。で、一つお題として北海道にちなんだものを作るというのがありまして、今回僕は北海道という要素と、はい、私、はい、ガルパン好きなんでガルパンという要素、こちらをミックスした作品を、はい、作りたいと思います。で、まず最初こちら紹介しますね。こちらですね、こちらが、モデルカステンさんから出ている、はい、ガルパンのデカールでございます。はい、ちょっとわかりやすく、アングル変えました。こちらがデカールですね。デカールのラインナップなんですが、はい、これずらーっと見るんですが、あ、ここですね。このアンチオ高校以外もうどこだそこはみたいな感じの高校ばっかりですね。こちら、美玄高校が、僕の出身地の新潟の高校なんですが、まあ、ここも捨てがたいんですが、今回はこちらですね。はい。このメープル高校っていうのが、はい、北海道の苫小牧を拠点にしている高校なんですよ。なので、今回こちらですね。本編には登場してないんですが、このメープル高校の、はい、戦車を北海道のテーマとして僕は作りたいと思います。まあ、このメープル高校のデカール欲しさに、今回このモデルカステンさんのデカール買ったんですけど、これだいぶもう、攻めたっていうか、かゆいところに手が届くラインナップなんですかね。まあ、特にこの、はい、ミッドホーリーホックの、サッカーチームですね。こちらのデカールとか、そう。この大洗マイワイ市場とかのデカール。いや、これ結構使うの難しそうですね。なので、ラインナップこれ、いや、めちゃめちゃ攻めた、ラインナップの、はい、デカールだと思いますね。こちら、デカールを買ったということで、はい、肝心の戦車なんですが、リボンの武者のガルパンの漫画ですね。そちらの、解説コーナーで、メープル高校、まあ、リボンの武者だと、苫小牧メープル学園っていう名前だったんですけど、そちら、解説によると、まあ、メープル学園、カナダを、モデルとした学校なので、乗っているのが、ラム巡航戦車や、グリズリー巡航戦車と、はい、記載されてましたね。で、7月31日発売予定の、ラム巡航戦車予約したんですが、ちょっと発売日が延期してしまいまして、9月2日予定だったんですよ。これは間に合わないと思って、グリズリー巡航戦車、まあ、こちらが、検索かけたらヒットしたので、すぐもう Amazon でポチっちゃったんですけど、でそのポチったものがこれなんですね。こちら、僕も、はい、これもうそれ作る直前まで、これがグリズリー巡航戦車って思っていたんですが、こいつ名前わかりますか？これ、セクストンっていう戦車なんですね。もう戦車っていうかもう自走砲なんですけど、調べてみたら、こいつ、カナダの戦車であることは間違いないんですよ。でも、カナダの戦車なんですけど、これ、作られたのがカナダで、運用されたのがイギリスだったんですね。だからどっちかっていうと、これ、セントグロリアーナの戦車になっちゃうんですかね。調べてみたら、こいつ、このセクストンが、グリズリー巡航戦車を、ベースに開発された戦車なんですってね。ちょっとまあ、はい。これちょっとカナダかイギリスか、まあ、ちょっと、グレーゾーンな感じはするんですけど、それで今回こちらを、北海道の苫小牧メープル学園仕様に制作させて、いただきたいと思います。はい、まずこちら天輪を作りました。では問題です。僕がこの天輪を作るのにかかった時間はどのくらいでしょうか。はい、答えは3時間です。いや、ガンプラだったら多分このくらいのパーツね、まあ30分くらいあれば、まあ、絶対終わると思うんですけど、
洗車模型は接着という作業があるんで、ちょっとそれで時間かかっちゃいましたね。でもこれあれですよ、もうこれだけでも結構なクオリティなんで、はい、ちょっと完成が楽しみですね。それではサクサク作っていきたいと思います。履帯の方をまずこんな感じで作りました。やっぱ一番苦労した部分はここですよ。このエッチングパーツですよ。いやー、このエッチングパーツ接着するの結構苦戦しましたね。やっぱこのエッチングパーツ付け慣れてる洗車モデラーの方々、改めてすごいと思いましたよ。よし、では次行ってみましょう。冒頭パーツ終わりました。はい、皆さんに問題です。僕はこの冒頭を作るのにどのくらい時間がかかったでしょうか。はい、正解は6時間です。これ動画見られてる方に説明いたしますと、これ1日で一気に作ってるわけじゃないんですよ。部分部分でもう集中力続く限り、いやもう時間見つけて作ってるんですけど、こちらの冒頭パーツ、ね、夕方6時から作り始めて、でやっと落ち着いたと思って、まあ、外見たら暗いんですよ。まあ、6時から作り始めて暗いんだったら、もう9時くらいかなと思って時計見たらびっくりですよ。もう夜の12時過ぎてましたよ。時間は6時間経ったんですけど、全然苦じゃないんですよ。むしろそんだけ集中してやってたんだなってちょっと自分で感心しちゃいましたね。では次の工程行きたいと思います。はい、あれからいろいろ作業をして、こちらですね、はい、洗車の方、はい、組み立ての方は完了いたしました。よし、じゃあこちらの、セクストン塗装に入りたいんですが、そうですね、よいしょ、こちらですね、この黒サフを、吹いてみたいと思います。はい、こちら一度黒サフでしっかりと、はい、全面的に黒く塗装しました。黒サフを吹くことによって、もしその上に重ねて塗る際に塗り残しの部分が影になると思うので、そのカバーも兼ねて、はい、黒サフにしました。じゃあ上に、重ねて塗装していきたいと思います。はい、こちら黒を少し残して、はい、上にこの色ですね、このライトグリーン、こちらを塗装いたしました。じゃあさらに、もうちょっとグラデーションをつけていきたいと思います。こちら、上に少しグラデーションを入れました。じゃあ、この上にデカールを貼りたいのですが、その前に一度ですね、ちょっとわかりますかね、こちらクリアの、光沢を拭きました。これを拭くことによってデカールが貼りやすくなるそうなので、はい、では貼っていきたいと思います。デカールを貼り、その上にまたクリアを拭きました。じゃ今度はですが、この上のスコップ等のオプションパーツ、こちらを、はい、筆で塗装していきたいと思います。はい、こちら、塗装が終わりましたので、次は、こちら、はい、天輪ですね。天輪を、はい、黒く塗装していきたいと思います。はい、こちら天輪の車輪の方を、はい、黒く塗装いたしました。ではこちらをね、はい、本体の方にくっつけていきたいと思います。こちら天輪付け終わったので、あとはウェザリングをするだけですと思ったんですけど、ちょっと忘れてるものがありましたね。はい、こちらですね、はい、履帯のベルトですね、こちらを、はい、塗装するのを忘れてました。なので塗装をしたいんですが、塗装にあるアイテムを使わせていただきたいと思います。それがですね、はい、こちらですね、はい、結構僕の動画の後ろの方を見ていただくとあったんですけど、はい、ダンボールですね。履帯の塗装のためにこちらダンボールを、はい、使いたいと思います。まずマスキングテープで、まあ、こんな感じで、はい、止めました。はい、九太郎さんにこの方法を教わったんですが、実際にやってみるのこれ初めてなんですよ。こちら挑戦してみたいと思います。で、塗装のためにこちらですね、はい、こちら、はい、黒鉄色ですね。はい。こちら、黒鉄色って読んでたんですけど、正確には、はい、黒鉄色で、はい。まあ、こちら、黒鉄色、用意したんですけど、
ね、ちょっとせっかくなんで、あれがあるじゃないかと思って、そのあれがこれです。はい。ガイアさんのサーフェイサーエボガンメタ。こちらをですね、試して、まあ、良ければ、こっちの色を採用して、まあ、ちょっと嫌だなって思ったら、まあ、もうこの黒鉄色使うなり、このクリアーブラックを足して、まあ、そうですね、黒調整すればいいかなと思うんで、まあ、とりあえず、これですね、はい。この、はい。ガンメタを使ってみたいと思います。はい、こちらですね、こちら。はい。ガンメタのサーフェイサーで塗装した立体ベルトでございます。いいっすね、この色合い。いやあれなんですよ、シルバーサフだと、ちょっとあれなんですよ、白みがかった銀なんですけど、もう完全にこれ、ガンメタのサフだと、ちょっと暗い銀色ですね。ちょっと、どうしましょうかね。ちょっとこのまま使いたい。いや、そうです。ちょっとハイライト的に、こちら、クリアブラック、ちょっと入れたいと思います。はい、わかりますかね。はい、こちら、さっきの、立体ベルトに、クリアブラックを吹かせていただきました。こちら、黒鉄色よりかは、明るくて、ガンメタよりかは暗い色を、はい、こちら、塗装いたしました。で、早速この、立体ベルトを、はい、本体の方に取り付けたいと思います。はい、こちら立体の方取り付けました。はい、じゃあそしてこの上にですね、ウェザリングからサンディーウォッシュを、はい、ウェザリングしていきたいと思います。もうこんな感じでガシガシ汚したんで、じゃあこの汚れを、はい、落としていきたいと思います。はい、ウェザリングも終わり、完成いたしました。完成したセクストン2、こちらでございます。はい、どうですか。だいぶ激しくウェザリングしたんで、なんかものすごーく、はい、落とすの大変でした。めちゃめちゃ、はい、渋くなったかなと思います。はい、ということでこちら、はい、セクストン2の方を完成させました。この、このマークがついている、苫小牧メープル学園が、はい、北海道の学校ですので、僕の北海道をテーマとした作品はこちらとさせていただきます。そうですね、まあ本編に登場してない戦車、まあ機会があったら、そうですね、ちょっとまた作ってみたいなと思います。まあ今度、そうですね、デカールがめちゃめちゃ余ってるんで、まあ、やるんでしたら、そうですね、これですね、この美玄高校、これが、僕の出身地新潟の高校ですので、そうですね、まあ、これもちょっと気になるんで、まあ、いずれはですね、こちら美玄高校の方も、はい、まあ作りたいですね。ということで、はい、本編に登場しない戦車を作るコーナーじゃないですね、はい、北海道にちなんだ模型を作る、はい、お題を作らせていただきました。以上、吉本プラモデル部チャーリー高木でした。